では、まず最初にですね、ペンの設定、ちょっと早速色塗りに入りたいんですが、色塗りの前にペンの設定から、お話ししていきます。今日はこの、霧ヶ谷は油彩ヒラフで、このね、ペン1本で、ほぼ1本でご利用していきます。ペンの書き心地としましては、不透明度が 100%、ブラシ濃度も 100% の状態で、まあ大体こんな感じの書き心地。色混ぜもこんな感じ。あんまり色が混ざらない。まあ、気持ちにちょっと多分ここら辺色混ざりが入ってるんですけど、この色伸びとか。混色があるやつだと結構色がくすんでいっちゃって、最初使うのは難しいので、最初の頃やるのはこれくらいの混ざり感の少ない、筆がわかりやすいかななんて思います。こういう周囲がボケているブラシっていうのが、こういったものは塗り込むにはすごく綺麗に塗り込めるのですが、最初にね、使うのは、この端のぼかし感で、絵が結構ボケていっちゃうことが多いので、初めての厚塗りっていう感じで使うのはちょっとおすすめしません。あ、ごめんなさい。ペン設定がね、大きいのが隠れてましたね。あ、この太も明度とブラシ濃度はちょっと、色を塗るときに、あとブラシサイズですね、適宜変えていきますが、この真ん中の絵の具量、絵の具濃度、色伸びは変えません。早速、カラーラフを作っていきたいと思うのですが、ちょっと今回はこの時点で、ベースと髪の毛と手を別のレイヤーにしていこうかなと思います。で、線画レイヤーの下に、レイヤーを一つ作りまして、ベース、髪の毛以外の場所ですね、をグリグリ。色を置いてきます。バケツ使ってる方はバケツで全然大丈夫です。これでベースが塗れました。次は髪の毛を分けていきましょうかね。こんな感じでベースが3つ塗り分けられました。手のレイヤー、髪のレイヤー、ベースのレイヤー。ではね、これを全部1回、こういう不透明度保護、あ、透明ピクセルをロックでした。にして、赤グレー。で、それぞれ全部塗ってきます。これで全部分け終わりました。これでね、下塗りの準備が完了です。色を実際置いていこうと思います。今回、まず肌から塗っていきましょうかね。肌は、これくらいの色にしましょう。さっきね、この暗い色を置いた理由としては、これがもし暗い場所じゃない場合、肌ってめちゃくちゃ暗く見えるんですよ。こんな感じでね。今置いた肌色って。実際、絵を描くときって、顔の周りは黒髪とか、あと影とかも入ったりしてね。結構暗い感じになるので、白で塗る印象の色とは違うので、こんな感じでね、もともとちょっとベースを暗くしてあげて、白に塗る時の肌の色の印象とは違うようにしてあげるってます。ああ、ここ、サスペンダーも本当は黒にするつもりなんですけど、ここ塗ると、シャツが塗りにくくなっちゃうので、一回、ここは白のままでいきます。こんな感じで全部の色のパーツ分けが終わったら、下塗りの影をつけていきましょう。で、今回、初めての厚塗りということで、上山レイヤーを使っていこうかなと思います。厚塗りじゃないのって思われるかもしれませんが、ちゃんと厚塗りします。ここで、肌の影の色を決めます。多分、影、一色目は、これくらいがいいかもしれません。こんな感じで上山で、好みな色を置いたら、その置いた色をスポイトで取ります。で、スポイトで取った後に、今の上山レイヤーを非表示にします。これを、この今と、スポイトで取った色を影に使って、元々のレイヤーを選択して、ここに影として置いていきます。上山レイヤーを影色発見ツールとして、ちょっと今回は使っていこうかなって思います。こんな感じで、見つけた後は、アニメ塗りとか、そういう塗り方の感覚で、目の周りとか、あとはこの眉の下とかにね、影を置いていきます。
これで一つ目の影が落とせましたので、次二つ目の影を落としていきます。二個目の影、首のね下をもうちょっと暗くしたいかなと思うので、先ほどと同じようにこのレイヤーを暗くして、うん、これくらいの色、結構ピンクっぽい色で影を落としました。またこれをねスポイトで取って、この色でまたベースのレイヤーに戻って影を落としていきます。で、次はね、手のここら辺とか鼻のここら辺とか、ちょっと頬とかにちょっとだけ赤みを足してあげようかなって思います。なので本当に隠し味程度の赤色で良いので、これくらいの色で、よいしょ、上山レイヤーを消してベースレイヤーで鼻の赤みを足してあげます。で、この赤みと一緒のタイミングで唇もちょっと塗りましょうかね。唇はねちょっとぼかしながら塗りたいと思うので、同じようにブラシ濃度と不透明度を今両方とも霧ヶ谷は60くらいにしてますね。で、ほわっと周囲をぼかしながら置いてきます。ちょっと唇はねグラデーションにしたいので、2色目上山レイヤーで色をつけてグラデーションを作ってあげます。ここね、もしねこの筆でグラデーション作るのちょっとまだ難しいよっていう方は、ここだけぼかし使ってもいいです。ここだけですよ。でもぼかすのはこの境界だけ境界だけだったらぼかしてもいいです。このぼかしもね、ペンが広すぎると下までぼけて結局線の横まで明るくなっちゃうので、絶対にこの下側には出ないくらいのぼかしのペンのサイズでぼかしてあげてください。でね、こんな感じでね、唇の色もできました。同様に目の粘膜も赤く落としてあげちゃいましょうかね。ちょっとブラシ濃度上げますね。では次はね、髪の毛も同様な感じで上山で色を置いた後に、それをね元にして影を置いていこうと思います。で、この髪を塗るときは線画は無視してください。線画の髪の流れのことは、で、こうやって丸くした後に、この影色で上下にね、この影を伸ばしてジグザグ感を出してあげてください。こんな感じですかね。で、ここまで色を、影を置いたら、ハイライトも入れてあげたいので、色選びにスクリーンを使います。これくらいがハイライトにちょうどいいですかね。これでね、さっき残した明るい部分をさらにちょっと両端を残しながら、この影とかにかからないようにしながら、丸い天使の輪を作っていきます。こんな感じで髪の毛は OK です。次はね、シャツを塗っていこうと思います。で、シャツの影はこういう青にしましょう。では、こんな感じで塗ったら、ここからちょっと厚塗りっぽくする魔法をかけます。影の端ですね。
底の部分をちょっと一回スポイトで取りまして、これをもうちょっと鮮やかかつ明るくちょっと動かします。で、カラーサークルをオレンジにしてあげます。でこの入れた影をの端っこをオレンジっぽくしてあげると、すごいリッチな厚塗り感が出るので、こんな感じでこの影のね境界をオレンジに変えてあげてください。影をリッチにする2個目、この落ち影、首の落ち影ですね、とかこのジャボの落ち影とかの周囲をさっきはオレンジにしたんですけど、次はちょっと赤っぽくしてあげます。ではここからね、色トレスをやっていきましょう。色トレスは、それぞれの場所に馴染む色。肌だったらちょっと赤茶色っぽい色やっていきます。で、こういう顎とかはね、すごい影が暗く入ってるので、もうちょっと暗い赤茶色とかにして、場所によってね、色トレスする色を変えていってあげてください。こんな感じで色トレス完了です。今、キリガエがトレスした色がこんな感じの色ですね。では、こんな感じでまたね、戻したら、線画を、このベースの分複製して、それぞれのベースにクリッピングで線画をクリッピングしてあげます。で、これをね、容量が大丈夫な方は複製してください。容量が大丈夫じゃない方は、これをそのまま結合してください。容量が大丈夫な方はこんな感じで複製して、複製したものを線画と下塗りのレイヤーを一緒に結合します。でこっちの結合したもので厚塗りをしていきます。ではね、厚塗りをやっていきます。では同じくベースのレイヤーをね選択します。この線画の色をちょっと取って、これをまずオレンジっぽくしてあげます。こんな感じ、鮮やかなオレンジですね。まずこの線画のこの端っこの部分をちょっとオレンジでね、で馴染ませていきます。でこの時にね、元の線画からはみ出すぎない、オレンジで線画潰さなきゃと思ってこっちの方まで行き過ぎたりしないように気をつけて、だいたい元の線画の上でオレンジを馴染ませてあげてください。でオレンジでここが馴染ませられたら、次はまた線画の色を取って、もうちょっと暗い色でちょっと赤っぽく、こんな感じで、そのオレンジを周りに残しつつ暗くしてあげます。で、こんな感じでまず鼻の線画をこう潰せたら、ちょっとここら辺をねもうちょっと暗くしていきましょうかね。で鼻ね、ちょっとパキッと影が入っているので、ここの影の狭間とかをちょっと鮮やかにしてあげたいので、ちょっとスポイトで撮って、これはちょっと手作業でねオレンジっぽくして、
でね、ここからね、目すごい塗るの大変なパーツで、影が粘膜、白目、黒目とあるんですが、これをね、全部手動でやるの難しいので、ここはもう定山を使っちゃいます。ここはブラシノートと不透明度、ゴゴンと下げちゃってください。今、切り替えは両方とも 40% くらいにしてあります。で、定山で一気にこうやって、目の上部に、影置いちゃいましょう。で、今度はスクリーンで中央の出っ張ってるというか、この光が入りやすい場所の部分ですね。に、肌色とか、肌色が強かったらもうちょっと違う色とかでいいんですけど、不透明度を下げたスクリーンで明るさを足してあげてください。あとは、こう、お好みでね、中央に瞳孔とかを入れてもいいし、こういう厚塗りの場合、なくても可愛いので、なくてもいいしっていう感じです。で、もうちょっと目にね、印象与えたいよっていう時は、ちょっとこういう、紫だったら例えばオレンジとか、こういう暗い場所の端っことかに足してあげると目にインパクトが増えます。まつげを描いていきましょうか。新規レイヤー作ります。まつげ用の。で、ここで目の線画の色をもらってきて、ブラシ濃度と不透明度を戻して、まつげを描き直します。で、ここからさらに目を変えます。ここから定山でちょっと灰色っぽいの作って、で、このまつげレイヤーの下に定山レイヤーを作って、まつげの影を目に落としていってあげます。こんな感じ。で、定山をつける前、つけた後、この定山をね、つけるだけでこんだけリッチになります。目の印象が。よし。ではね、同じ工程を左目でも、あとは繰り返すだけです。はい。では、目の厚塗り前と厚塗り後がこんな感じですね。あとはね、サクサクっとこの目の中央とか馴染ませましょうか。本当にこれの繰り返しを、あと髪とか手とか服でもしていくだけです。なんですが、髪の毛やっていきましょうか。でも髪の毛なんて本当にやることないですよ。この線画感がある場所の線画を本当に潰していくだけです。で、この時に、さっきもちょっと、下の絵でもちょっと触ったんですけど、こう、この一つの束を意識しすぎないようにしてください。なんだろうな、なんて言ったらいいんだろうな。あ、わかった。髪の毛って、こうやって盛り上がってるわけじゃないんですよ。こう、断面で見るとこういう感じっていうわけじゃなくて、基本的にこういう平べったいものなので、こう、ここの中央を明るくして、こことここを暗くしようって思うと、ちょっとボコッとした髪の毛になってしまいがちなので、どっちかっていうとこう、リボンを描いてるようなイメージで、リボンとかこう紐とか、薄い紐とかをね、描いてるようなイメージで影を。馴染ませていってあげるのがいいかなって思いますが、もう基本はさっき、下塗りの時点でもうほとんどね、ほとんど髪の毛の影作ったので、あとはこの線画っぽい部分を潰すだけでいいと思います。
この髪の毛だと思って一本一本描こうとすると逆にね立体感すごい取るの難しいので、初めての厚塗りの頃は髪の毛一本一本はそんなに描く意識をしなくて大丈夫です。まとまりで描いていきましょう。こういうね毛先にだけちょっとねちょっと揺れがあるくらいが、もしそういう本一本一本の細い髪を描きたい場合はそれくらいでが多分ちょうどいいと思います。これで髪の毛の完成です。髪の毛まで塗り終わったので、この髪の影を肌に落としていきましょうか。上山でこんな感じでね顔に落としていきます。ではね、ここから先は本当に同じ工程なので、サクサクとまず明るい色で線画を潰して、その後線画を暗い色でなじませていくという感じになります。この線画を潰す作業の場合は、不透明度保護を外してやっちゃってください。手なんかはね特にこのちょっとオレンジっぽい色でなじませてあげるだけで立体感が出ます。これね、ちょっと待ってくださいね。これね、こっち側、光が当たってる部分はこれくらい明るいオレンジなんですけど、この光が当たってない部分は、オレンジといってももうちょっと、この光が当たってる部分よりは暗い色に変えてあげてください。こういう、色がね、よいしょ。明るい場所と暗い場所によって変えるっていうのがちょっと厚塗りの独特なところかもしれないですね。では最後にみんな楽しみ目に入れるハイライトを入れていきましょう。自分がね好きな感じの場所に好きな形のハイライトを入れていただければいいんですが、キリガヤはねこのまつげの影の狭間にキラッと小さく入るハイライトが好きなので、こんな感じでまつげの狭間に入れてあげようかなって思います。これはごめんなさい、キリガヤ菓子ペンはですね初期から入ってないやつなので、何がいいかな、ザラつきペンとかが雰囲気近いかな。あ、ザラつきペンが雰囲気近いですね。ザラつきペンで書いてます。で、ここから一気にこのハイライトを印象を良くする魔法。このハイライトの周りに黄色とか赤とか緑とか青とかを遠目で見たら全く見えない程度に入れてあげます。この遠目で見たら見えない程度に入れるっていうのがポイントです。目立ちすぎると今度は違和感の元になってしまうので、これくらい拡大するとわかるかな？これくらい拡大するとこれがあるだけでちょっとね、目に目線が行きやすくなるんですよね。なので、ハイライトの周りにこんな感じで小さくぜひハイライトを入れてみてください。最後にね、ちょっと加工を入れましょうかね。ちょっとね、背景が今真っ白なので、背景が今真っ白なので気持ちちょっと暗くしてあげます。一回全部の表示レイヤーをコピーしてください。この全結合ですね。でこの結合したものをぼかし、ガウスぼかしをかけてこう明るくしてあげて、ソフトライトとかでソフトライトにしてちょっと明るさ足します。あとはもう一個ね、暗いところを暗く、明るい場所を明るくできるモードがあったら、レベル補正、トーンカーブ、コントラスト調整、明暗調整とかをね、こうやってあげて、これを、スクリーンにしてあげます。
こんな感じで明るいところをねふわっと明るくしてあげて印象を整えてあげましょう。あとこれ一瞬でやれるすごい絵がリッチになるやつなんですけど、グレーをかけて、ちょっとアイビスでもできるかわかんないですが、ノイズをかけれるものがあったらノイズをかけてください。クリスプススタジオだとパーリンノイズで、スケールをねすごい小さくしてノイズ状態にしてあげます。こんな感じで OK で、これをオーバーレイにして上からこういうノイズをかけてあげると絵の情報量が増えて、これだけですごいね塗り込んだ感が増えるっていう、簡単な、とても簡単な加工になりますので、ぜひぜひこの一瞬でリッチにしてくれるこちらオーバーレイノイズをぜひ使ってみてください。これにて厚塗り完成です。以上こんな感じで厚塗りでした。お疲れ様でした。パチ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 。